に警視庁フォートファイターズの紹介をさせていただきます。今年はインタビューは荒木が務めさせていただきます。よろしくお願いします。ではまず早速いきましょう。今伊藤選手、はい、チームでイケメンな選手教えてください。はい、背番号11番の平原選手です。私服がおしゃれだということでイケメンな選手に名前を付けました。じゃあ続いて、実は可愛い一面がある選手教えてください。はい、背番号23番の日野選手です。プレイスタイルが私的にそうなので、可愛い一面があるなと思います。ありがとうございます。続いてじゃあ19番、亀谷選手、はい、チームで取れる選手教えてください。チームで取れる選手は後ろにいる松原選手です。警視庁フォートファイターズの頭脳、すべてのチームのデータが頭の中に入っております。期待しております。ではそんな松原選手、今年のフォートファイターズの良さ教えてください。はい、うちのチームの良さは粘り強いレシーブ、もうレシーブは絶対落とさず、本も落とさねえぞ。今シーズン副キャプテンを務めます22番阿部選手、はい、今年のフォートファイターズのプレスタイル教えてください。はい、今年のフォートファイターズは、新加入した選手を中心とした、守備もいいですが攻撃的なチームとなっております。今シーズンの意気込みお願いします。はい、去年はですね V2 のリーグで、思ったような結果を出せず V3 に落ちるという結果にしました。我々は、V2 に戻るため、1年間練習してきました。なので V3 優勝を目指して頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。ファンの皆様へ一言お願いします。はい、今年の警視庁フォートファイターズは今までと一味違います。どこが違うかは皆さんぜひ会場に足を運んでいただいて直接見てください。じゃあ、ホームゲームなんですが、西武新宿線東村山駅下車徒歩15分のところにございます。皆さんぜひ、足を運んでください。そして警視庁フォートファイターズの応援よろしくお願いします。ユニフォームの紹介をさせていただきます。私が着てるのは、古いユニフォームなんですが、こちら50周年 T シャツということで創業50周年の T シャツになります。そして今年のユニフォームです。どれもかっこいい仕上がりになっております。ぜひ会場で、選手に声かけて写真撮ってください。それでは今年の警視庁フォートファイターズの紹介動画終わります。イエーイ。